国産半導体の復活がかかります次。次世代半導体の製造を目指す新会社ラピダスが千歳に工場を建設すると正式に発表しました。ししラピダスの小池敦義社長は今日鈴木知事に千歳での工場建設を報告しました。作る工場はもちろん AI ディープラーニングを駆使してですね。 世界中があっと驚くような今までない半導体工場を作ろうと思ってますラピダスはトヨタ自動車や NTT など国内の大手企業8社が出資して去年設立されました自動運転技術や人工知能、AI などに使われる次世代半導体の開発を目指し量産化に向けて5兆円規模の投資が見込まれますメイドイン北海道で この製造し、日本、そして世界に供給をしていく雇用の規模、投資額、まあ、これは今までにない、そういった巨大なプロジェクトでありますので、まあ、しっかりとこれを前に進めていきたい。工場のの建設予定地は物流の大動脈新千歳空港 そして国道36号線沿いのあちらの広大な土地が新工場の建設予定地です新千歳空港からもほど近い工業団地千歳ビビーワールドで50ヘクタールと広大な敷地を確保できます雇用も数千人規模と見られ千歳市も期待を膨らませます国家プロジェクトに私どもの市が貢献できるの大変うれしく思っております ラピダスは2025年に試作を開始し2027年には量産を始めたい考えです。